ジャンタマカン。ここから違反者までどれくらいあるんだ？昨日の村で聞いたら結構な距離だったわ。ずっと歩いてくのか。俺は平気だけど、あんたはしんどいんじゃねえか。ま、町に近づきゃその辺はなんとかなるわ。随分とお気楽だな。たまには川の流れに身を任せてな。ほら、あれは渡し船か。そういうこと。この川を下った対岸に伊藩市に続くでかい道があるらしい。でかいってなら、この川もかなりのもんだな。これだけの大河だと橋を架けるのも難しいし、船頭さんも忙しいんじゃないかい？いや、お兄さん方が久しぶりの客だよ。この辺は霧が出る時があって、難儀はするが皆上流の橋まで迂回するんだ。この川は大きいだけあって、昔は水難も多くてね。大雨の時に村が丸ごと流されたなんて話も聞いたし、バカでかい魚が住んでいて人を飲み込んじまうなんて噂もあるんだよ。あとはある年に大きな戦があったらしくてね、霧が大層濃かった日に両軍が鉢合わせして大乱戦になっちまって、随分と人が死んだって話だよ。お客さんすまねえな。まだ霧が濃くなっちまった。しばらく船止めるぜ。あたり一面真っ白で何も見えねえや。なんだか気味悪いぜ。なに、ミストだと思えば潤う。こりゃ出るかもしれない。出る。あ、出た。こりゃ定員オーバーだな。なんだよあれ。俺に聞かれたってわかるわけないわ。だって背中が透けてるぜ。背中が透けてるってもう全部スケスケで霊的な何かわんの背中に何か。麻雀牌？それもドイツだわん。双子かな。まあわざわざペアルックにはしないかも。あ、ここから泣いてきゃ人数減るんじゃないか。何切るじゃなくて何泣くってことか。そうと決まったら泣けるハイ探すわん。おう。あ、それポーン。それポーン。あ、それポーンポーン。やばい、あいつら消えてってるのに沈むの止まんないぞ。マジか、急いで上がるわ。当たり合いを探せ。あ、あれだ。ローン。霧も晴れたな。お客さん船出すよ。はいよ、対岸に到着でござい。お客さんお疲れ様。やった、船頭さんありがとうよ。ちょいと肝が冷えたけどいい船旅だったわん。ああいうのよくあるのか。ああ、大概じっとしてれば勝手に消えていくんだが、たまにお客さんも一緒に消えてたりするんだよ。お兄さんたち運が良かったね。はい、麻婆豆腐2人前。ああ、そっとしたぜ。ミストでいい汗ならぬ冷や汗かいたわん。ま、二人とも無事だったことだし、今は空腹を満たそう。賛成。ぐー、こいつはうまそうだ。どうしたエイン。さっきの川を思い出しちまって。過去を嘆いてもキリがないわん。そうだな、パッと平らげちまおうよ。川けど美味しい。潰れるわん。さあさあ、今宵も始まりにゃ。揃いも揃っていつもの顔ぶれ。比べ比べが決まらぬ決まりに。決まらぬでも決まり。